飛べの新星、ナンバーアイが舞台挨拶。デビュー曲の配信と飛べドーム公演に期待。2023年3月に設立され、続々と豪華なメンバーを迎え入れている、飛べ。その中でも、元、キングプリンスの平野市を、神宮寺優太元、キングプリンスの岸優太からなる新グループ、ナンバーアイが、驚きの計画を発表しました。 本校では、トゲの最新情報と、ナンバー I のデビュー曲配信計画、そして待望の東京ドーム公演に迫ります。ナンバー I 新曲の配信計画。2024年元日、つまり1月1日の0時。その瞬間、ナンバー I のデビュー曲が配信される予定です。 曲調はアップテンポなダンスナンバーで、平野紫仕様を筆頭に、メンバー3人のセンスあふれるダンスと歌声がファンに再び届けられます。同時に、楽曲のプロモーションビデオ、PV も配信予定で、元日の朝からファンを賑わせることでしょう。レコード会社関係者によれば、 期待のデビュー曲が早くも登場することで、ファンの信念がさらに特別なものとなりそうです。とべ東京ドーム公演の舞台裏。とべが計画中の壮大なイベント、それが2024年3月に予定されている東京ドーム公演です。所属アーティスト全員が参加し、3日間で延べ15番人の動員が期待されています。 これまで SNS や YouTube で見られていたアーティストたちが、飛べに参加後、リアルイベントに登場するのは初めて。そのため、お披露目イベントとしては異例の規模で、チケット争奪戦が予想されています。工業関係者によれば、 飛べの東京ドーム公演は、選考中のオーディション合格者の発表も行われ、アーティストのライブだけでなく、様々な要素が詰め込まれたイベントになるとのことです。飛べとは飛べ、飛びは、ジャニーズ事務所出身の滝沢秀明氏が設立した新しいエンターテインメントカンパニーです。 設立からわずか数ヶ月で多くの豪華なアーティストが介入し、その勢いはますます加速しています。トべは音楽活動だけでなく、様々なエンターテインメント活動を展開することを掲げ、その象徴とも言えるのがトべの所属アーティストたちです。ナンバー・アイの形成と野望。トべに加入したばかりの新グループ、ナンバー・アイは、元、キングプリンス。 の平野市を神宮寺勇太元キングプリンスの岸勇太から構成されています。彼らは戸部設立からわずか数ヶ月でのデビューが決定し、その情報は早くもファンを興奮させています。戸部の公式 YouTube 番組ル u b ーンではナンバーア i のメンバーが積極的に登場し、その結成や新曲の配信計画について匂わせていました。 トベの YouTube 番組ドゥビーン。トベの所属アーティスト全員が出演する公式 YouTube 番組ドゥビーンは、トベの活動の一環としてスタートしました。番組ではアーティストたちのトークやパフォーマンスが生配信され、そのクオリティの高さが話題になりました。 初回からコースをとシローが公式スポンサーとして協賛し、地上並みテレビ並みの豪華さがファンを魅了しています。戸部創設者滝沢秀明氏の思い。戸部を設立した滝沢秀明氏は、ジャニーズ事務所から独立し、新しいエンタテインメントプロジェクトを立ち上げました。彼の独自のビジョンと経験豊富なキャリアが、戸部の成功につながっていると言えるでしょう。 12月12日に行われた近藤正彦氏のディナーショーでは、戸部からの祝い花が贈られ、滝沢氏が敬意を払う姿勢が報じられました。滝沢氏は戸部の東京ドーム公演を控え、その舞台裏には何か大きな計画が進行中のようです。戸部の将来展望。戸部は設立からわずか数ヶ月で、すでに多くのトピックを生み出しています。 所属アーティストたちは音楽だけでなく、様々な分野での活動を予定しており、その可能性は広がるばかりです。戸部は滝沢秀明氏のリーダーシップのもと、新しいエンターテインメントの形を模索しています。今後の動向には注目が集まることでしょう。 トベの新グループナンバーアイが断日にデビュー曲を配信する計画と3月に行われる東京ドーム公演がファンの期待を一心に受けています。トベは滝沢秀明氏の手腕と所属アーティストたちの実力によって新たなエンターテインメントプロジェクトとして着実に成長しています。今後の展開がますます楽しみであり、 飛べが音楽シーンにどのようなインパクトをもたらすか、ファンと楽しみに待ちたいところです。